1500円貸して。え？ 1500 円？私は言葉の意味を理解できず、とにかく勇気を家の中に入れた。外は暗くてわからなかったが、勇気の衣服は濡れているだけでなく、随分と着古され傷んでいる。上着には至るところにシミや汚れがあるし、ズボンは何かに引っ掛けて破れたような部分もあり、単純に表現するならボロボロの服装をしている。濡れた靴下を脱がせると、もともとは白であった色は茶色く変色していた。昼間に見た俊二と夢の身なりとは、まるで生活感の異なる孫の姿を見て胸が詰まる思いだったが、それは表情には出さず、お腹空いてない？と聞く。勇気は黙ったまま首を振り、1500円を貸してほしいんだ、と言った。お金はあげるわよ。お小遣いかしら。でも、どうしてこんな雨の日にわざわざ歩いてきたの？お願い、早く家に帰りたいんだ。え？1500円借りるだけにわざわざここまで来たの？俊二の家からここまで歩いてとなると3時間はかかる。夫が黙って立ち上がり、部屋のいくつかの窓の鍵を確認すると、行くぞ、と言葉少なに勇気の近くに座り込み、彼の頭を優しく撫でる。すると、咳を切ったかのように勇気の瞳から涙が溢れ出した。私の名前は君へ。まだ52歳なのだが、すでに孫が2人いるのがちょっとした自慢だ。私が東北にある米農家に嫁いだのは22歳の時。親戚の紹介であれよあれよと結婚まで進み、農業など全く知らない小娘だった私は、義理の両親に迷惑をかけながらも、今や立派な農家の女となった。米農家の長男だった夫は、とても寡黙で真面目な性格だったので、私たちの会話のほとんどは、農業に関すること。息子の俊二が生まれて初めて対面する時ですら、夫は特に感情を表には出さず、少しだけ頬を緩めただけで農作業に戻ってしまった昔のことを懐かしく思う。そんな夫の今まで見たことのない悲しい表情が私の脳裏から離れようとしない。それは、息子の妻が短い闘病の末に亡くなったという知らせを聞いた時だ。米農家としての繁忙期である秋の始まりに、稲刈りのために水田を排水していた日であった。干上がった地面の状態を確認している夫は、私が、瞬時から連絡があって、亡くなったって、というかすれた言葉を聞き取れなかったのか、黙って稲を見つめていた。俊二から電話があったのよ。妻が亡くなったって。私はもう一度同じことを言う。夫は私の方を振り返らずに黄金色に輝く稲を見つめていた。今俊二はどんな気持ちでいるのだろう。胸を締め付けるような苦しみで私が苦悶の表情を浮かべていると、夫が私のそばに寄り、背中をさすって空を見つめていた。その表情はとても穏やかで悲しげであった。悲しげな表情で見つめる夫の背後には、秋の日差しに輝く稲穂が壮大に並んでいた。稲穂が風に揺れ、キラキラと輝いていたのは、私の瞳に涙が溜まっていたからだったのか。私はひどい人間だ。病に苦しみ、命を落とした息子の嫁を思って泣いているのではない。大切な人を亡くし、絶望の最中にいる息子と孫を思って泣いているのだ。ごめんなさい、ごめんなさい、と心の中で謝り続けた。それからしばらくして、俊二が私たちの家にやってきた。孫の勇気とサナを
しばらく預かってほしいと私たちに頼んでくる。妻の葬儀や四十九日などを終え、俊二はとても気丈に仕事も頑張っていたと思う。孫たちは私の家から学校に通うようになっていた。私は一度、俊二にどうして子供と一緒に暮らさないのかと聞いたことがあるが、俊二は心底苦しそうな表情で、思い出すんだ、とかすれた声を漏らした。思い出すって何を？勇気と幼といると、妻もいて、家族みんなで暮らしてた頃を思い出して、辛いんだ。だからって、あんた、あの子たちはお母さんがいなくなって辛いのに、父親のあんたが支えてやらなくて、一体誰があの子たちを支えるっていうのよ。わかってる。わかってる。わかってるけど。心から苦しそうに言葉を絞り出す俊二を見ていると、私はそれ以上息子を責める気にはなれなかった。結果として孫たちに寂しい思いをさせているのだと頭では分かっていたけれど、精神的に落ち込んでしまった俊二に気安く頑張れなどという気持ちにはなれない。きっと時間が何もかもを解決してくれると信じて、私たちなりに孫たちを可愛がって過ごした。それから数年の月日が流れ、俊二は夢という女性を私たちの家に招いた。夢は俊二より一回りほど若く、亡くなった前妻の大きな丸い瞳とは対照的に、狐のような切れ長の瞳をしている。子供たちが別室で絵を描いて遊んでいる最中、俊二は改まった様子で切り出した。紹介するよ。こちら、夢さん。夢は小さく頭を下げ、よろしくお願いしますという簡単な挨拶を済ませた。俊二は結婚するつもりだと淡々とした声で私たちに報告する。夫は何も喋る様子もなかったので、私が頑張ってねと夢に向かって微笑むと、彼女は静かにうなずいて微笑み返してきた。物静かでいい人そうでよかったと私は夢を見て思う。だが隣の部屋から孫たちが瞬時に向かって描いた絵を褒めてもらおうと見せつけている最中、夢の表情が少し陰って小さくため息が漏れる。あら？と私は胸の奥にわずかなもやを抱いたが、瞬時は気にする様子もなく、子供たちの絵を楽しそうに眺めている。そうだね。いきなり二人のお母さんになるんだから、どんな表情をしていいかなんてまだわかるわけないよね。私はそう自分に言い聞かせ、俊二と夢の結婚を祝福した。結婚を機に、孫たちは俊二の家へと戻り、私と夫は普段通りの穏やかな日々を過ごすことになった。孫の結城が中学校に入学した際、私と夫は俊二の家を訪れたのだが、お祝いの品を渡す際に、俊二を含め、孫たちもどこか他人行儀な態度でよそよそし。結城は思春期なのか、口数も少なく、前髪で目元を隠しているからか、余計に陰鬱な雰囲気がにじみ出ていた。結城、中学校入学おめでとう。部活は何に入るかもう決めてるの？まだ。そうなのね。結城は小さい頃から足が速かったから陸上部とかどうかしらね。この年頃の男の子ならこんな態度なのだろうか。結城は眠そうに私の話を聞いていて、まぶたが今にも閉じてしまいそうだ。ふと何気なく、結城の着ている服を数年前にも見たことがあるな、と思った。この年齢の子供は成長も早く、数年前の洋服が未だに着れるというのは、発育が少し悪いように思えたので、おせっかいとは思いながらも、私たちにできることは何か、という呪文の果てに、
やはり米農家なのだから米を援助しようと頻繁に俊二の家に米を渡しに行った。畑で採れた季節の野菜なども渡していたのだが、ある日俊二が私から野菜を受け取ると、ありがたいけどもうしばらくは家に来ないでもらえないかと唐突に言われてしまった。とても寂しかったが、息子や孫が、妻、そして実の母がいなくなったことを乗り越えて、新しい家族としての生活を大事にしているのだと信じて、私は理解ある祖母のふりをして、笑顔でその場を去ったのであった。収穫の秋を過ぎて、また春になって田植えをする。そんな季節の巡りを肌で感じる日々を過ごしていた、ある日のこと。私たちは米農家と兼業しながら少量の無農薬野菜も育てていて、それを契約するレストランに卸しているのだが、たまたま納品に訪れた際、俊二と夢を見かけた。町の中心地にあるレストランは、以前よりおしゃれなメニューや内装でリニューアルされていて、豪華なデザートや手作りの特製料理が提供されているようだ。上品な雰囲気の中で、人々は美味しい食事を楽しんでいる様子で、客席で俊二と夢が楽しそうにテーブルに向かい合って笑っている。荷下ろしを終え、伝票を確認しながらトラックで待つ夫のもとに戻ると、俊二たちを見かけたと伝える。夫は伝票を確認しながら、電話したらどうだ?と小さな声で言った。もしもし?なんだよ母さん、今忙しいんだけど。電話に出た俊二は露骨に嫌そうな声で何の用と聞いてくる。私は口ごもりながらトラックの運転席に座る夫の横顔を見ながら、突然ごめんね。その元気かなって、と言った。電話の向こう側で数秒の沈黙と、何か思案しているような雰囲気を感じる。元気にやってるよ。うん、ならよかった。私が電話を切ると、夫がトラックのエンジンをかけた。別に二人が何か悪いことをしているなんて思っていない。ただ、私たちは農家だったから、基本的にいつも忙しく、二人で昼間にレストランになんて行ったことはない。俊二が幼かった頃は、どこか出かけるときは必ず家族で行動していた。その価値観を自分の息子に押し付けるわけではないが、俊二と夢の身につけているものはどれもとても高級そうで、子供を二人も育てている現役の親の姿とはかけ離れているように思えた。でも、それもまた価値観の押し付けなのよね、と私は思う。やがてその日は夜から雨になった。夫はリビングの小窓から外の雨を気にして落ち着かない様子だ。雨が降ってくれるのは助かるのだが、あまりに短期間で降ると田んぼの土がぐちゃぐちゃになりすぎてしまうのだ。外が真っ暗になった時刻に家のチャイムが鳴った。こんな時間に、しかもこんな雨の中で誰だろうと不審に思いながら玄関を開けると、そこには勇気が立っていた。小さなビニール傘を片手に持ち、13歳の男の子にしては小柄で背の低い勇気が口を真一文字にしたまま私に手のひらを見せた。1500円貸して。え ?1500 円?私は言葉の意味を理解できず、とにかく勇気を家の中に入れた。外は暗くてわからなかったが、勇気の衣服は濡れているだけでなく、随分と着古され、傷んでいる。上着には至るところにシミや汚れがあるし、ズボンは何かに引っ掛けて破れたような部分もあり、単純に表現するなら、ボロボロの服装をしている。濡れた靴下を脱がせると、もともとは白であったであろう色は茶色く変色していた。
昼間に見た俊二と夢のみなりとは、まるで生活感の異なる孫の姿を見て、胸が詰まる思いだったが、それは表情には出さず、お腹空いてない?と聞く。勇気は黙ったまま首を振り、1500円を貸してほしいんだ、と言った。お金はあげるわよ。お小遣いかしら。でもどうしてこんな雨の日にわざわざ歩いてきたの?お願い、早く家に帰りたいんだ。え?1500円借りるだけにわざわざここまで来たの?俊二の家からここまで歩いてとなると3時間はかかる。私は怪訝に思いながらも勇気の濡れた洋服を下着以外すべて脱がせ、全身を大きめのバスタオルで包んでやる。されるがままに全身を拭かれながら、勇気は気まずそうな表情で私から視線をそらしていた。夫が黙って立ち上がり、部屋のいくつかの窓の鍵を確認すると、行くぞ、と言葉少なに勇気の近くに座り込み、彼の頭を優しく撫でる。すると、席を切ったかのように勇気の瞳から涙が溢れ出した。瞳から大粒の涙がこぼれていても、勇気は無表情のままだった。さなが、熱はあるんだ。39度も。すごく苦しそう。だから、風邪薬を買って早く家に帰りたい。風邪薬?子供を病院に連れて行っても医療費はかからないのよ。お父さんとお母さんは何してるの?私は勇気にそう質問したが、返事はなく涙を流し続けているので困っていると、隣にいる夫の顔が視界に入る。私は思わずはっと息を呑んだ。それは今まで見たことがない寡黙でとても優しい夫の劇場に駆られるのを必死に抑え込んでいる姿だった。夫は素早く上着を羽織り、トラックの鍵を取ろうとして手を止める。勇気の方を振り返り、一緒に行くか?と聞くと、勇気は大きく首を縦に振ったので、夫は無言で自分の上着を彼の肩に羽織らせた。私も一緒に行く!まるで子供みたいに焦って言う私に、夫は少しだけ苦笑して承諾した。3人では軽トラックに乗れないので、乗用車に乗って俊二の家へと急いだ。悪天候の影響で視界が悪く、ワイパーがフロントガラスに引っかかって、キュッキュッという音が車内に響いている。私は何か不穏な出来事が起きるような不安と恐怖に押しつぶされそうになったが、決して勇気に何があったのかという質問ができずにいた。例えば、お父さんはどうしたの?とか、夢さんは何してる?とか。昼間に見た俊二と夢のレストランでの食事をしていた楽しそうな横顔と、今、隣で無表情にうつむいている勇気の姿が、一つ屋根の下で暮らす家族という事実を、どのように解釈すればいいだろうかと、私は頭の中で考えている。誰も喋らない車内で、私は一人だけ震えていた。きっと、この先に待っているのは、知りたくないことなのだ。妻を亡くした俊二が、初めて夢という女性を連れてきた日に、夢が俊二の連れ子である勇気と佐奈に対する冷たい目に、本当は気づいていたのに。私の中でなんとなく予感していた小さな不安を自分の都合のいいように解釈しようとしていたのではないだろうか。ごめんなさい。ごめんなさい。40分ぐらいで私たちは俊二の家に到着した。玄関の外にある照明は暗いままで、閉められたカーテンの奥からは部屋の光はなく、人の気配を感じさせない。一見すると留守であるこの家の中に、サナが一人で高熱にうなされているのかと思うと、心が焦って、勇気から預かった鍵を
照明のない玄関で鍵穴に差し込むことに苦労させられる。家の中に入り、サナがいる部屋に飛び込むと、天井にある暖色色の淡い光のせいなのか、布団から顔だけ出したサナの顔は赤黒く変色しているように見える。すぐに夫がサナの額に手を置いて表情を覗き込むと、すぐに救急車を呼べと判断する。そこからの動きはとても早かった。救急車は電話してから数分で到着し、すでに私たちはサナをすぐに救急車に乗せられるように準備していた。夫は救急車が外にやってきたのを確認すると、意識が朦朧としているサナを抱きかかえて外に出て、手際よく救急隊員にサナを引き渡した。病院に到着してすぐに処置をしてもらったサナは、すでに5日ほども熱が続いていたと勇気が教えてくれた。どうしてこんな状態になるまで。私は勇気に言おうとした言葉の続きを飲み込む。この子にだって仕方ないではないか。5日間妹の熱が続いていようが、中学生の男の子に何ができるというのだ。むしろたった一人で私たちの家に助けを求めに来たことを褒めるべきだ。土砂降りの雨と暗い夜道を必死に歩き続ける勇気の姿を想像する。私はごめんねとささやきながら勇気を抱きしめた。サナは肺炎の疑いがあるということで、今夜は入院することになった。夫は私からスマホを借りて、自分で瞬時に連絡を入れる。今すぐ来いと、要件だけを短く伝えた夫は、その後、ほとんど身動きしないで椅子に座り込んだ。真夜中の病院の待合室で、よほど疲れていただろう勇気は、借りた毛布に包まって静かに寝息を立てる。しばらくして、瞬時と夢がタクシーを使って病院のエントランスに現れると、少し酒に酔っているのか疲れたようなだるそうな表情でこちらに歩み寄ってくる。母さん、サナの具合どう？あんた、サナちゃんがどういう状況かわかってるのかい？いや、まさか熱があるからってさ、救急車呼ぶ？大げさじゃないかな。瞬時は軽く笑いながら、隣の夢になぁと同意を求めた。夢は細い瞳をさらに細くして、片方の手で肘をつかみながら困った表情をする。風邪で入院なんて、入院費用とか誰が払うと思ってるんですか？ゆめさん、あなた本当にサナを心配してくれてますか？心配してるから今ここに来てるんでしょ？子供に熱があるというのに二人でレストランで食事してたでしょ？私が声を荒げるのは、ゆめは冷笑しながら見つめてくる。子供が熱を出したら親は食事もしてはいけないんですか？あなたたちは、私と俊二の娘を勝手に病院に連れ出して勝手に入院させた。そして肺炎の疑いがあるからという理由で個室のベッドに入れて、高額な差額ベッド代は私たちが払う。いいですよね、心配だけしてればいいんですから。夢はおとなしそうな見た目とは異なり、かなり高圧的な態度で私をにらみつけてくる。私は何も言い返せず言葉に詰まり、胸から湧き上がる苦しみに吐き気を覚えた。そっと私の背中に大きな手のひらが触れる。夫の大きな手。寡黙で優しい力強い夫の手のぬくもりを感じて、私は呼吸を整える。なあ、俊二。え？なんだよ。俊二は一瞬体を固めた。同時に夢が瞬時の前に出て夫と対峙する。だが夫は夢のことは完全に無視して、その背後にいる瞬時のことだけを見つめて話しかけた。お前、
幸せか？なんだよ、唐突に。幸せだよ。夢とは仲良くやってるし。そうか。ユウキとサナは幸せだと思うか？俊二が何も答えず、黙ったまま夫を見つめていると、待合室の椅子で寝ていたユウキが目を覚まし、無表情で私たちを見つめている。すると夢がユウキに駆け寄り、その腕を引っ張って俊二の元に連れてくると、早く帰りましょうとせかした。肺炎だろうが何だろうが、熱なんて家で寝かせてれば治るのよ。入院なんかさせて。もったいないからサナを早く帰らせましょうよ。まあ確かにな。あなたたち正気なの？熱が下がるまでは安静にしなくちゃ。だから、家で安静にしていたのに救急車で連れ回す方が良くないでしょ？病院でお金をかけて入院させるより、家でゆっくりしていた方がサナのためになる。夢が持論を言い終える前に、夫が夢から勇気を引き離した。そして勇気を抱きしめ、小さく首を振った。お前たちはもうダメだ。この子たちを任せられない。何言ってるんですか？勇気は私たちの子ですよ。俊二と私の。サナは肺炎という症状だけではない。極度の栄養不足も重なっているとお医者様が言っていたよ。ついでに勇気も普通の子供よりはるかに。勇気を抱きしめたまま、夫はそう言葉を濁した。話になりませんね。と呆れた様子で俊二の背中を押し、さっさとサナを連れて帰ろうと提案した。私は俊二の困ったような、それでも夢の意見に逆らえないその姿に手を伸ばして救ってやりたい衝動に駆られた。俊二はもう失いたくないのだ。愛する妻を失う悲しみを乗り越えて手に入れた夢を。だからきっと夢の意見に逆らわないのではないだろうか。私は間違った道を行こうとする俊二に何ができるのだろうか。俊二は夢という悪い女に騙されているのかもしれない。だが幼い勇気とサナを親として人として守ってやれない俊二は、それらすべてを理解した上でも、もう私は許すことはできない。俊二！ほとんど無意識に私は俊二の頬を叩いていた。子供の頃から一度も手を挙げたことがなかったのに、こんなにも大きくなった息子に手を挙げる日が来るなんて、自分でも自分の行動に驚いている。俊二は目を大きく見開いて、なぜ叩かれたのだろうというあっけに取られた表情で私を見つめる。お医者様の話ではね、今の勇気とサナの状況を見るに、完全に育児放棄が疑われるって話で、あなたたちのことを警察に相談しようって電話もあったのよ。警察？ちょっと待ってくださいよ。でもね、私はね、それは待ってくださいってお願いしたの。疑いがあるくらいで、あなたたちの生活を壊したくなかったから。私は次の言葉を言おうとして喉が詰まってしまう。きっとこの続きは俊二の家族関係を壊すような言葉だ。だけど今ここで私が言わなかったら、いつまでも勇気やサナが苦しみ続けるのかもしれないと思うと、私はあなたたちのことを警察に連絡して叱るべき対応をするつもりです。何言ってるんですか？その後、夢と私が夜中の病院内で怒鳴り合っていたので、すぐに看護師たちが迷惑そうな表情で集まり出し、私たちの仲裁に入った。警察に連絡？叱るべき対応？そんなことして、勇気とサナが幸せになれると本気で思ってるんですか？病院のスタッフに羽交い締めにされた状態のまま、夢は私に向けて叫んだ。私は拳を握りしめ、何か言い返さなくてはと考えたけれど、何も思いつかない。勇気は無表情のまま、夫に抱きしめられたまま、
虚空を見つめている。この子をどうすれば幸せにできるかなんて私にはわからないわよ。自分の息子である俊二ですら幸せにできたのかなんて誰に証明してもらえるというの？夢さん、あなたは勇気とサナを幸せにしようと考えてくれてる？幸せを考える？そう。幸せにできるか否かなんて誰にもわからない。でもね、子供たちの幸せを願ったり思ったりする以上に大切なことは考えてあげることだと思うの。私たちはもう大人なのよ。だからまだ幼くて何もできなくて、妹にひどい熱があっても救急車を呼ぶわけでもなく、ただひたすらに大雨の中を歩いて助けを求めに来た勇気が、これからどんな風に強く賢く生きていけるようになるか考えてほしい。そう私は思う。綺麗事ですよ、そんなの。私の子じゃないんだから。私以外の誰にも聞かえないような小さな声で夢がつぶやくと、その顔を横切る寂しげな表情に私は息を呑む。すぐに退院手続きを要求する夢と瞬時に、あらかじめ事情を理解していた医師が機転を聞かせて警察に連絡をしたようで、数人の警察官とともに瞬時と夢は連行されていく。夢は納得できないようで、名誉毀損で訴えますからねと叫び散らしていたが、どうやら近所の方から虐待を疑うような通報も児童相談所に入っており、幾日かしてから児童相談所の職員も交えて話し合いの場が設けられた。後で知った話だが、私たちが渡していた米や野菜などはインターネットで転売されていたらしく、さらには亡くなった前妻の両親へ勇気とサナの教育費用という名目で金銭を要求していたという事実も分かり、かなり通帳にお金は入っていたようだ。だがそのほとんどを俊二と夢が豪遊して使ってしまい、勇気とサナはほとんどまともな食事も与えられていなかったようだ。子供に何をどれくらい食べさせるかなんて、他人がどうこう指図するようなことですか？児童相談所の職員は厳しい表情で夢と話し合い、今の状況では施設などに入れることを視野に動くという話になると、瞬時が焦って釈明を始めた。違うんです。確かにあまり構ってやれなかった部分はありますが、勇気とサナも俺の子供です。施設なんてそんな。しかしですね、現状を考えて今の状況ではと職員が長々と説明すると、夢の方は次第に面倒になってきたかのように黙り込んでしまった。瞬時は職員に対して、だけどあの子たちは俺の子供だなど口論になりそうな途中で、夫がおもむろに立ち上がって瞬時と夢に言った。もうお前たちは親をやめろ。あの子たちは私たちが育てる。それはいつも寡黙で静かな夫のとても短い言葉ではあったが、瞬時と夢は言い返すことのできない夫の気迫と覚悟に押し負け、うなだれながら黙り込んだ。瞬時が顔を上げて私に助けを求めるように見つめてくる。母さん、俺は夢に騙されてて。最低な親だったかもしれないけど、それ以上喋ると最低な男にまで落ちぶれるよ、俊二。俊二は言葉を飲み込み、小さくため息をついた。その後、俊二と夢は離婚こそしなかったが、近所から育児放棄で警察が介入したという噂が流れ、肩身の狭い生活をすることになる。勇気とサナは私たち夫婦と一緒に暮らすことになった。どうやら二人がなんとなく他人行儀だったのは、私たちが孫を嫌っているなどという嘘を夢が吹き込んでいたらしく、次第にその誤解も解けてくると笑顔があふれるようになっていった。
涼しげな秋風に高く澄んだ空。大きく深呼吸しながら、私は眼前に広がる黄金色の稲を見回す。酷暑を乗り越えて季節は実りの時期となり、秋の風景に移ろいきた今日この頃。夕方になり、無数のトンボが飛び交い、その羽が夕日に反射して輝く幻想的な風景の中に、ユウキとサナの後ろ姿が見える。そろそろ帰るよ。少し離れた二人に大きな声で呼ぶと、すぐに満面の笑みで駆け寄ってくる。ねえねえ、今日の夕飯は何？今日は、そうね、鮭でも焼こうかな。私ね、おばあちゃんの家で初めてお米食べたとき、すっごい美味しいって思ったんだよ。なんでだろうね。今はね、もっと美味しいって感じるんだよ。わかる。マジでうまいよな。米だけで3杯いけるよ。サナが笑いながら、言い過ぎだよ、おかずなしは無理、と言うと、ユウキが茶べっ気のある顔でおどけてみせる。優しい秋風が吹くたびに、稲穂が波を作る風景の向こう側から、夫が乗った車が私たちを迎えに来てくれる。帰りましょう、家に。ユウキとサナが笑顔でうなずく。その笑顔があまりにも眩しくて、私は思わず涙をこぼした。助けて。息を切らした娘のマリコがそれだけを言って電話が切れた。隣で聞いていた夫の陽介さんもただごとではないと気づき、私たちはすぐにタクシーでマリコの家に向かった。タクシーの中で不安がどんどん大きくなっていく。一体何があったんだろう。助けてとはどういう意味なのか。もし怪我をしていたり病気をしていたり命が危ない状態だったらどうしよう。孫のケイタの無事もわからない。もしかしたら家が火事になっているとかも考えられる。ケイコ、顔が真っ青だよ。マリコは大丈夫。陽介さんが私の様子を心配して手を握ってくれる。今はとにかく家に行って真相を確かめるしかない。私はそう決意を固めて到着を待った。20分ほどかけて大きな家の前に着く。本当にいつ見ても大きな豪邸だ。領事さんのお父さんとそのご両親で建てた家らしく、部屋数も多く庭もものすごく広い。何度かお邪魔したことがあるが、置物等のものすごく高そうなものがいくつも並んでいたことを覚えている。すぐにタクシーから駆け下り、インターホンを押そうとしたが、その前に遠くの玄関のドアが開いた。パパ、ママと逃げて。走って出てきたのはケイタだった。続いてマリコも出てきた。二人ともわずかに汗をかいている。僕は大丈夫だから早く逃げて。そう言ってこの間プレゼントしたばかりのゲーム機を握らされ、玄関のドアが閉まった。私の名前は岡本恵子、70歳。二つ年上の陽介さんと結婚してから夫婦二人、商店街で電気屋を営んでいる。それほど繁盛しているわけではないが、常連さんや商店街の人たちと仲良く交流しながら商売している。35歳を目前に待望の娘が生まれ、名前はマリコと名付けた。私たちはマリコに目いっぱい愛情を注ぎ、マリコは優しい子に育ってくれた。大人になったマリコは私たちのお店を継ぐことはせず、普通の会社員として就職。正直継いでほしい気持ちもあったが、マリコには好きなことをしてほしいので止めることはしなかった。就職してからもマリコは一人暮らしはせずに、家で3人毎日穏やかに暮らしていた。それから数年後、就職先で出会ったマリコより3つ年上の林良二さんと2年の交際の末結婚。
マリコが涼次さんと交際を始めてから数ヶ月経った時に、涼次さんは一度家に挨拶に来てくれている。その時からすごく印象のいい方で、私はマリコはこの人と結婚をするのかなと思っていた。マリコが結婚してしまうのは寂しいが、涼次さんにならマリコを任せてもいいかなと思えるほどの人だった。陽介さんはマリコを他の男にやるなんてと多少固いことも言っていたが、それでも陽介さんなりに涼次さんのことを信用できると思えたようで、最後にはマリコをよろしくお願いしますと涼次さんに頭を下げていた。結婚してからマリコは涼次さんのご実家で義母の千恵子さんと暮らすことになった。涼次さんのお父さんは涼次さんが高校生の時に病気で他界しているらしい。涼次さんが中学生の時に病気が発覚し、2年の闘病生活の末だったそう。千恵子さんはそれまで専業主婦だったにもかかわらず、お父さんの病気が分かってからは独身時代の仕事を再開した。それから女手一つで涼次さんを大学卒業まで育て上げたという。今まで苦労をかけてきた母親に親孝行がしたいと涼次さんに熱心に語られ、こちらとしてもその気持ちは尊重してあげたいと思った。千恵子さんとはマリコの結婚が決まってから一度食事に行った。私と陽介さん、マリコ、千恵子さん、涼次さんの5人での食事会。陽介さんと千恵子さんはなかなかうまく話せておらず、それはそれで面白かった。千恵子さんは少し気の強い方かなと思ったが、それでも優しい千恵子さんとはすぐに打ち解け仲良くなった。母親同士2人でカフェに行ったことももう何度もある。女の子しか育てたことのない私と男の子しか育てたことのない千恵子さん、お互いの知らない話ができてとても盛り上がった。心配しすぎと思われるかもしれないが、大切な一人娘をあちらのご実家に預けるのは少々不安だった。涼次さんたちを信用していないわけではない。涼次さんも千恵子さんも私が信用できると思えた人たちだ。ただ私たちが子離れできていないだけ。それだけ私たち夫婦はマリコを溺愛している。しかしマリコは2ヶ月に1回ほど電話してくれて、さらに月に一度は手紙も送ってくれていたため、やがてその心配も薄れていった。涼次さんは盛大な結婚式をしてくれて、マリコの花嫁姿を見られたし、今年小学生に上がった孫、啓太にも恵まれた。啓太を妊娠したとマリコから連絡があった時は、ものすごく嬉しかったことを今でもよく覚えている。孫ができることはずっと夢だったのだ。それからは数ヶ月に1回、マリコとケータが家に泊まりに来てくれて会うことができている。ケータにはプレゼントをあげたり、お小遣いをあげたり、マリコの時と同じくらい溺愛しているかもしれない。遊園地に連れて行ったりもしていて、娘と孫を連れてお出かけができる幸せをかみしめている。時折マリコからの電話で、涼次さんは休みの日も家にいなくて、夜も残業で遅いんだよねと愚痴をこぼされているが、それでもうまくやっているようだったけれども、啓太が生まれてからは涼次さんとも千恵子さんともほとんど会っていない。最後に会ったのはいつだったのかもう思い出せないほどだ。今までは年に 1,2 回は千恵子さんの方から食事に誘われていたのに、私から誘えばいいのかもしれないが、そういえば私からは一度も誘ったことがなかったなと、この年になって少し恥ずかしさを覚えてしまっていた。啓太の誕生日を2週間後に控えた頃、啓太へのプレゼントは何がいいのかと、マリコと啓太が家に泊まりに来る日程を決めるため手紙を出した。すると、いつもなら返事が来ているはずの日数が経っても返事が来ない。さらには電話をしても出ず、折り返しの電話がかかってくることもなかった。そういえば手紙はたまに返ってきていたが、電話はもう半年くらいしていないことに気がつく。
再度ケイタにプレゼントを贈りたい旨を手紙に書くと、今度はケイタ本人から手紙の返事が届いた。おばあちゃん、お手紙ありがとう。僕はゲーム機が欲しい。覚えたばかりであろう拙いひらがなでそう書かれていた。ほっこりとした気持ちもつかの間、肝心のマリコからは一向に手紙も電話も来ない。そういえばこの前、常連さんが領事さんが別の女の人と飲んでいる姿を見たと言っていたが、まさかそれが関係あったりするんだろうか。夜、陽介さんと二人でゆっくりお茶を飲んでいる時にそう言われた。陽介さん、それはいつのこと？私は何も知らないわ。陽介さんがその時のことを思い出しながら話をしてくれる。それは2週間前のこと。私が家事をしていて、お店にはいなかった時間に常連の男性がお店に来た。週に一度お店に顔を出してくれる同じ商店街で駄菓子屋を営んでいる人だ。学校を終えた子供たちが遊びに来る時間帯が一番忙しく、それより前の時間は奥さんと交代で商店街を回って楽しんでいるらしい。その常連さんがいつものようにふらっと遊びに来た時に、そういえばマリコちゃん髪の毛短くなったんか？と突然陽介さんに言った。いえいえ、マリコは綺麗な黒くて長い髪が自慢ですよ。マリコは小さな頃から綺麗な黒髪で、マリコ自身それをかなり気に入っているらしく、鎖骨の位置より短くしたことも染めたこともなかった。商店街の人たちは小さい頃からマリコを見ているし、マリコの結婚式に出席している人も何人もいる。だから領事さんの顔を知っている人もこの商店街にはいるのだ。常連さんは続けて言う。そんなら昨日旦那さんと歩いてた茶色くて短い髪の女の人は誰なんだ？と。常連さんの話では昨日の夜遅く、領事さんは女性と二人で飲み屋街を歩いていて、そのままお店に入っていったとのこと。領事さんが女性を連れているから、それはてっきりマリコだと思ったそう。しかし隣を歩いている女性は今まで見ていたマリコの姿とは全然違っていて、びっくりして今日お店に来てくれたとのことだった。陽介さんはその時仕事の関係で女性と出歩くこともあるだろうと気に留めることもせず、特に私に話す必要もないと思い、そのまますっかり忘れていたのである。しかしタイミング悪く、マリコの様子もおかしいとなっては、そのまさかを考えてしまっても仕方ない。でもまさか、千恵子さんもそばにいて、マリコも啓太もいる領事さんに限って、そんなことはないと思いたい。私は次第に電気屋の仕事にも身が入らなくなってきた。その数日後、泊まりの予定は流れてしまったが、約束通り啓太に頼まれていたゲーム機を送るとマリコからすぐに返事が来た。返事が遅くなってごめんね。最近忙しくて。啓太へのプレゼントありがとう。すごく喜んでいたよ。今までと変わらない手紙の返事に陽介さんは、なんだそんな大したことはない、心配しなくても大丈夫だろうと安心していた。けれども私はそうではなかった。領事さんと結婚して専業主婦になったマリコに手紙の返事もできないほど忙しいことがあるのだろうか。ケイタが小学生になっていろいろと大変なこともあるだろうが、それでも千恵子さんもいてお手伝いをしてくれているだろうに、おかしいと思った。ひとまず手紙の返事が来たことに安心はしたが、それでも私の不安は拭いきれなかった。それからまた数日後の夜、私の携帯から流れる久しぶりの着信音で私と陽介さんは目が覚めた。設定で音楽を変えているのですぐにわかる。マリコからだ。約半年ぶりの電話。けれどもこんな夜遅くに電話をかけてきたのは初めてのこと。何かあったのではと思い、
私は布団から出てすぐに電話を取る。助けて。息を切らしたマリコがそれだけを言って電話が切れた。隣で聞いていた陽介さんもただごとではないと気づき、私たちはすぐにタクシーでマリコの家に向かった。タクシーの中で不安がどんどん大きくなっていく。一体何があったんだろう。助けてとはどういう意味なのか。もし怪我をしていたり病気をしていたり命が危ない状態だったらどうしよう。啓太の無事もわからない。千恵子さんと良二さんは、もしかしたら家が火事になっているとかも考えられる。恵子、顔が真っ青だよ。マリコは大丈夫。陽介さんが私の様子を心配して手を握ってくれる。今はとにかく家に行って真相を確かめるしかない。私はそう決意を固めて到着を待った。20分ほどかけて大きな家の前に着く。本当にいつ見てもすごい豪邸だ。良二さんのお父さんとそのご両親で建てた家らしく、部屋数も多く庭も広い。何度かお邪魔したことがあるが、内装にもこだわっていて、置物等の高そうなものがいくつも並んでいたことを覚えている。すぐにタクシーから駆け寄り、手前の門の前にあるインターホンを押そうとしたとき、遠くの玄関のドアが開いた。ばあば、ママと逃げて。走って出てきたのはケータだった。続いてマリコも出てくる。二人ともわずかに汗をかいている。僕は大丈夫だから、早く逃げて。そう言って、この間プレゼントしたばかりのゲーム機を握らされ、玄関のドアが閉まった。ケータを置いてはいけないと思ったが、状況を何も分かっていない私が、今ここで家に入ろうとすれば何が起こるかわからない。ここは一旦マリコを連れて帰るべきだと私は判断し、マリコの手を握った。タクシーでお金を払い終えて降りようとしていた陽介さんを止めて、そのまま家まで戻ってくださいと運転手さんにお願いした。さらに20分ほどかけてまた家に戻る。タクシーの中では誰も喋らなかった。家に着いてから私たちの家は安全であることを確認し、その日の夜は久しぶりに3人で布団に入った。次の日の朝、リビングに私の携帯の着信音が響く。画面には、良二さんと書いてある。陽介さんの顔をちらりと見てから、私は電話に出た。勝手にマリコを連れて帰るとはどういうつもりだ？良二さんは、仮にも義母である私に対して、初めて高圧的な態度を取ってきたのだ。彼の声を聞いたマリコは怯えていた。今からそちらの家に向かいます。少し他人行儀な言い方でそれだけ告げて電話を切った。行きましょう、弁護士さん。すぐそばにいた弁護士さんに声をかけて、私たちは4人で良二さんの家へタクシーで向かう。昨日の夜帰ってきてから、弁護士さんに連絡をして朝一番で家に来てもらっていたのだ。昨日と同じ場所でタクシーを止めると玄関の前に良二さんが立っていた。マリコを奴隷のようにこき使っていたあなた方にお話があります。良二さんが口を開くよりも先に陽介さんが冷静にそう告げた。何を根拠にそんなことを。良二さんも負けずに言い返すが、とにかく中で話しましょうと淡々と続ける陽介さんに負け、ぞろぞろと家に入った。ママ、バーバ、ジージー。駆け足で階段を降りてきた啓太がマリコに抱きつく。啓太の無事が分かり、私はほっとした。キッチンで朝ごはんの準備をしていたのであろう千恵子さんがこちらに来て、私たちの顔を見るなりぎょっとしていた。あなたたち何をしに。千恵子さんの言葉には返事をせず、お邪魔しますとだけ伝えて上がった。良二さんは私たちをリビングに案内した。
千恵子さんも含めて全員がリビングに集まると、弁護士さんが良次さんと千恵子さんに近づき名刺を渡す。二人は名刺の弁護士という文字を見て一瞬表情がこわばった。弁護士さんは、それではお話をさせていただきますと啓太のゲーム機を机に置いた。それは昨日の夜、マリコを家に連れて帰ってからのこと。啓太はなんで自分のゲーム機を私に持たせたのかしら。ひとまず電源をつけてみようと思ったが、私には全く使い方がわからない。マリコに渡してゲーム機の電源を入れてもらう。明るくなった画面に映し出されたのは何本もの動画。そこにはよく知っている顔が映し出されていた。これもしかして。一番上の動画を再生する。そこには千恵子さんと良次さんがマリコに強い口調で当たるところが収められていた。あなた、ここの掃除が甘いわ。埃が溜まっている。この家には私や良次、大切な啓太も住んでいるのよ。もっときれいにしなさい。私の知らないところでこんなことが行われていたなんて。私は何本もの動画を順番に再生していった。2本目の動画は千恵子さんと良次さんが啓太に話しかけているもの。啓太、ママには近づかないと約束して。千恵子さんの言い方はまだ優しかったが、啓太が嫌だと言っても絶対にダメの一点張りだった。良次さんも、おばあちゃんの言うことをしっかり守るんだと千恵子さんの味方につく言い方をしていた。マリコだけでなく啓太にもひどいことを言っていたとは。この動画は映像こそほとんど見えないが、音声だけはバッチリと撮れていた。3本目の動画は良次さんを遠くから映したもの。ああ、愛しているよ。そう電話で告げている相手はマリコではない。これは良次さんが別の女性と不倫をしている様子だろう。良次さんの優しい声とその笑顔がマリコ以外の女性に向けられていると思うと腹が立って仕方がなかった。この動画以外にも良次さんがその不倫相手とやり取りをしている場面が収められていた。4本目の動画は千恵子さんと良次さんがこそこそと話し合っているもの。なんとしてもあの資産家の娘さんと再婚をするのよ。ああ、こっちが慰謝料払わなくて済むようにマリコの方から離婚を言い出させるようにすればいいんだよな。千恵子さんと良次さんは自分たちから離婚を切り出せば慰謝料を請求されかねないと、マリコから離婚を切り出すまでひどいことを続けるつもりだったようだ。不倫相手との再婚を親子二人で計画していたとは。なんで私は何も気づかなかったのだろうか。5本目の動画は千恵子さんがマリコに話をしているもの。もうすぐ啓太の誕生日なの。母親のあなたはしっかりその準備をしなければならないわ。実家と連絡を取るとか、ましてや実家に泊まりに帰るだなんて、あなたにそんな時間はないのよ。これがあったから、マリコは最近私たちと連絡が取れなくなっていたのだと、ようやく理解できた。動画は10本以上あった。動画を一本一本見るたびに、千恵子さんと良次さんへの怒りが増していくと同時に、何も気づいてあげられなかった自分自身の不甲斐なさに嫌気がさしてくる。この動画はすべて啓太がマリコのためにコツコツと誰にもバレずに撮影していたものだった。啓太はマリコを助けたかったのだろう。小学1年生の小さな男の子がここまでするなんて。すべての動画を見終えるとマリコはようやく口を開き、今までのことを打ち明けてくれた。結婚したばかりの頃はまだ優しくしてくれていたが、次第に厳しくなっていき、啓太が生まれる前から始まった本格的な嫁いびりに耐えていたこと、ここ1年くらいそれがひどくなってきて、啓太と一緒に過ごす時間も減らされていたこと、
それでも領事さんの家に嫁いだから私たちには助けを求められなかったと泣きながらそう言った。ここ一年でひどくなってきたのはきっとその頃から不倫が始まったからであろう。千恵子さんと領事さんが私たちとの交流を減らしたのももうこれ以上仲良くする必要はないと判断したからに違いない。そしてことが起こったのは昨日の夜。マリコは領事さんが帰ってくるまでは寝られないルールになっているらしかったが、領事さんは昨日かなり夜遅い時間にお酒に酔って帰ってきた。いつもよりも酔っ払っていた領事さんはマリコにきつく当たっていたそう。限界を迎えていたマリコがついに涙を流してしまい、領事さんが激高して恐怖を覚えたマリコはその場から逃げ出した。領事さんの大きな声が豪邸中に響き渡り、すでに寝ていたはずの啓太が目を覚ます。マリコは領事さんに見つからないように私にただ一言、助けてとだけ電話をした。目が覚めた啓太は初めは何が起きているのかわからなかったが、やがて領事さんの大声を聞いて状況を理解した。その瞬間にゲーム機を手に取り、すぐに家中を走り回ってマリコの居場所を見つけ出す。ママ、もういいよ、ここから逃げよう。ケータは涙目になりながらマリコにそう言う。ケータにそこまで言われたマリコはうなずいて二人で玄関まで走った。ちょうどそのタイミングで私たちが到着し、出てきたケータにゲーム機とマリコを託された。ケータは領事さんが来ていることに気がついて自分はここに残ると決めたよう。パパ、ダメだよ。玄関でケータに止められた領事さんはいくら酔っていたとはいえ、自分の息子には何も危害を加えることはしなかった。ケータもそのことをなんとなく分かっていたのかもしれない。まさかケータがマリコのことを守ってくれるとは。これは向こうの家にマリコを任せた私たちにも責任がある。マリコ、何も気づいてあげられなくてごめんね。ずっとつらかったのよね。耐えてきたのよね。マリコは子供の頃に戻ったかのように泣いた。私はマリコを思いっきり抱きしめる。マリコとケータは絶対に守ってみせる。私はすぐに弁護士さんに連絡をして朝一で家に来てもらうことにした。そこでこの動画をすべて見せ、慰謝料をもらってケータの親権もこちらにして離婚できるようにお願いした。弁護士さんが話を終えると、千恵子さんがマリコにすがりついた。いやよ、ケータは私たちが育てるの。私たちの子よ。あなたも何か言いなさい。そう言って領事さんの方をちらっと見た。領事さんの方はプライドが邪魔しているのか何も言わずにただ立ち尽くしていた。ケータは私がお腹を痛めて産んだ私の大切な子供です。私が育てます。初めてマリコに強く言われたのだろう。千恵子さんは口をあんぐり開けて引き下がる。領事さんは悔しそうな顔をしていたが、一言も発することなく、しぶしぶすべてを受け入れた。今度こそ、啓太も一緒に家に帰ることができた。その後の離婚の手続き、慰謝料の請求と、必要なことはすべて弁護士さんにお任せだ。領事さんは前の会社でいろいろあったため、結婚するときに陽介さんの紹介で別の仕事に転職していた。そのため離婚と同時に領事さんは職を失うことになった。再婚しようとしていた資産家の娘さんは職を失い、さらに多額の慰謝料を抱えた領事さんを見てお別れを告げたそう。千恵子さんと領事さんはあの大きな豪邸を売り払い、今はボロボロのアパートで二人細々と暮らしている。領事さんは父親を失い、千恵子さんは伴侶を失い、二人が今まで苦労してきたであろうことには同情する。千恵子さんは突然子供を一人で育てることになり、それでも領事さんを大学卒業するまで育てたことは尊敬に値することだ。領事さんもそれを知っているからこそ
親孝行をしたいとあの時言ってきたのだと思う。あの時の領事さんの言葉に嘘はなかったと思いたい。けれどもそこから幸せになるために私たちの大切な娘を使うことを許すわけにはいかない。すべてを反省して初めからやり直すというのならば、どうか私たちの目の届かないところで幸せになってほしい。千恵子さんと領事さんの連絡先を消したので、もう今後会うことも連絡を取ることもない。私たちはというと、私と陽介さん、マリコ、ケイタの4人で暮らすことになった。そこまで広い家ではないけれど、4人で暮らしていく分には申し分ない。マリコは新しく仕事を始めたりはせず、電気屋を手伝ってくれるようになった。ケイタも時々楽しんで手伝ってくれている。マリコの接客とケイタの流行りの知識のおかげで、以前とは比べ物にならないくらい繁盛している。ケイタは小学校を転校することになったが、新しい学校でもすぐに友達ができてうまくやれているみたい。商店街の子供たちとも毎日仲良く元気に遊んでいる。誕生日にあげたゲーム機はかなり気に入っているようで、今度また新しいゲームのソフトを買ってあげる約束をした。マリコも商店街の人たちとうまく関われているようで、お店に来てくれるお年寄りの人たちからは、接客の愛想がよく、会話も楽しいと気に入られている。さらに、同じ小学校のママ友同士で仲良くしていたり、以前よりも交流の幅が広がったようだ。ママ、僕、ママのこと大好きだよ。ええ、ママもケイタのこと大好きよ。マリコとケイタの幸せそうな姿を一番近くで見ることができて、私も幸せだ。何よりも毎日一緒にいて、これから先ずっと成長を見守れるのだ。これ以上の幸せは他にない。今までよりも頻繁にいろんなところに連れて行ってあげることもできる。これからも私は二人のことを大切にしていこう。もう俺は限界だ。離婚してやる。無職の夫が放つ世界一ダサいセリフ。世界中が鼻で笑い転げるようなことを、よくもまあこの私に向かって言えたまでだ。私が仕事を辞めると言った時には、どうしていきなり辞めてくるんだ。そうやっていつもお前は自分勝手なことばかりするから息子がこうなるんだ。金がないのに引きこもるなんて、ただの搾取だ。そんな息子を育てたお前も同罪だ。家の金はどうするんだ？じゃあその成果はどうなんだ？息子はお前と同じようになったのか？なってないだろ？大体女がどう働いたって、無駄なんだ。そうやって育児をおろそかにしているから、息子がこうなった。今までの金を返せ！それはお前の仕事だろ。この後に及んで息子のことまで投げ出すのか。親なのにそんなことまでできないのか。お前は息子と話し合っていないのか。そんなに子育てができないお前は親失格だ。そんなお前に息子は任せられないに決まっている。もう俺は限界だ。すぐに離婚してやる。と散々文句を言ってきたはずだ。どれもこれも時代遅れでダサすぎる。そんなダサすぎる夫に私から最後のプレゼントを授けることにした。やっとね。13年我慢した甲斐があったわ。私は別室からあらかじめ呼んでいた弁護士を呼んだ。私の名前は楓。年齢は61歳。今は夫と一人息子がいる。年齢は60歳を超えたけれど、ちゃんと働いている。某企業で人事部の責任者として勤めている。某企業といっても小さな事務所ではなく、テレビで広告もしているような大手企業の人事部に所属している。責任者まで上り詰めたから旦那より収入がある。あら、これだと自慢に聞こえてしまう。20代の頃はとにかく頑張ってたから。このプロジェクト、お前がやったのか？
先方からクレームが来たぞ。はい、申し訳ございません。ここまでプロジェクトが大きくなった。それも君のおかげだ。これから大きなプロジェクトを任せることにするよ。はい、ありがとうございます。大学を卒業して第一志望の会社に入って、そこからとにかく仕事に没頭していた。私のやりたい仕事で成果を上げれば、給料も役職も上がることができる。仕事中心の生活だったから、恋愛には興味なかった。ちょうど入社2年目ながらも、会社の運命をかけた大きなプロジェクトを任されたり、重大な責任を負うことが多かったから、同僚も先輩も一人のチームメイトとしてしか見ることはできなかった。もともと学生時代も大した恋愛をしてこなかったから、恋愛をしようにもどうすればいいかわからないし、私にとってその時は仕事が生きがいだった。でも会社に入社して3年ほど経ったら両親が、男はどうなんだ？彼氏はいるのか？って言われるようになったの。見合い話まで持ってこられたけど、私はやっぱり仕事一筋だから、余計な気を使わないでほしいって断った。でも25歳を過ぎてから学生時代の友人や会社の同僚からの結婚報告や恋愛相談を受けるようになって、私も考えが変わった。ねえ、聞いてよ。私の彼氏が。私、今度2年付き合っている彼氏と結婚することになったの。みんなすごいな。私はまだ何も考えてなくて。楓は仕事に一筋だもんね。それは楓らしくていいんじゃない？将来のことも考えて、私も家庭を築きたいなって思い始めた。29歳の時、ちょうどお盆休みで帰省して、久しぶりに両親と顔を合わせた。お前に似合いそうな男がいるんだが、会ってみないか？と、再度見合いの話が上がった。私も結婚のことを考えていたから、青だけ会ってみよっかなって承諾した。それが今の夫である優太との出会い。聞こえはいいでしょ？でも今思えばそれが間違いだったのかも。まあそれはまた後で話します。優太は私より3つ年下なんだけど、年下らしさを感じさせないぐらい男らしくて、年上の私が隣にいてもいい意味でおどおどしてなくて、私も気を使わずに一緒にいることができた。一緒にいて落ち着くことができて、男として頼りになると思えたから、私はそのままユータとの結婚を決めた。それから最初はユータに籍入れしようと思ったけれど、ユータが私の実家に籍入れした。私が一人娘だからってことだから。俺は長男じゃないから、俺が楓の籍に入るよ。そうして私たちは結婚。30歳で一人息子の一郎を授かった。一郎が生まれてから17年後、私の両親は年齢的な理由で他界した。楓、娘婿と孫を見せてくれてありがとう。結婚する前も親孝行だからとお金を振り込んでくれたり、迷惑かけてすまないよ。いい娘を持つことができてよかった。一郎は高校3年生。もうすぐ学校を卒業するからって、進路の話をするようになった。でも、その進路のことで、優太と一郎はよく揉めていた。優太は、短大を出てすぐに働きなさい、っていう話になった。家にお金がないから、もう18歳になるんだし、大人として働きなさいっていう考えだから。私は、ひどく驚いた。だって、家にお金がないなんて言うから。ユータは会社員。私も会社員。ユータは私より給料が少ないけれど、共働きだからある程度収入がある。奨学金を借りなくても、一郎を大学に進学させられるはず。ユータとは反対に、一郎はお友達と私立の4年生大学に行きたいって意見だった。私の考えは、私自身も大学を卒業して、第一志望の会社に入社したから、一郎の意見は間違ったことではないと思っている。
だから二人の間に入って一郎の意思を第一に考えたいって言った。親としてお金がない分は親が頑張ればいいと思っていた。その時は大事な息子のことだから一郎の意見を第一にしたいと思っていた。だが雄太は、大学は友達と遊びに行く場所じゃないと言い出した。そして一郎の意見をずっと批判するようになった。雄太と一郎の話があまりにもこじれたもんだから、翌年に一郎は、もう進学なんかしないってやさぐれてしまった。明るくて周りに優しくて、私たち親にだって優しくしてくれる。反抗期もほぼなかった一郎だったのに、進路のことで雄太と揉めるようになってから、雄太や私にそっぽを向くようになった。日常会話や日々の挨拶もしなくなってしまった。それから一郎は高校を卒業した後、4年生大学に行くこともなく、短大や専門学校に行くこともせず、週2日のアルバイトをするようになった。アルバイトの時だけ外に出て、それ以外は家に引きこもる、半引きこもりの生活を送るようになっていった。大事な一人息子だから、私は一郎に精一杯寄り添おうとした。でも雄太は寄り添うことをしない。そういう甘い態度がダメなんだよの一点張り。父親なんだから、引きこもっている息子のことを何か心配してほしいのに、どうしてそういうことを言うんだろう。一郎が小さい頃、雄太はそんなひどいこと言わなかったし、父親として頼もしい人だった。パパ、僕ね、大きくなったらパパみたいになるんだ。おお、そうか、頼もしいな。それじゃあ大きくなるまで楽しみに待ってるからな。一人息子だから私も雄太もとびきりの愛情を注いでいたのに、今となっては雄太と一郎は家の中でも犬猿の中で、喋るどころか顔も合わせようとしない。話し合おうとすれば口喧嘩が絶えず、毎回私が必死に止めている。さらに雄太は一郎に寄り添っている私のことも嫌いみたいで、雄太と私が二人きりになると、一郎が言うことを聞かないのはお前の育て方が悪いんだと言うようになった。雄太はもちろん子育てを手伝ってくれたけれど、それはほんのわずか。保育園のお迎えから雄太の子育てを担ってきたのは私。仕事も大変ながら会社の同僚に手伝ってもらいながら、仕事と子育てを両立させてきた。これまで私が家族にしてきて、最後に雄太からそんなこと言われるなんて、なんてひどい。一郎が引きこもるようになってからさらに13年も経ったある日、雄太がいきなり会社を辞めてきた。家族に対しては批判的だけど、仕事に対しては真面目な雄太だから、仕事を辞めるなんてものすごく驚いた。さらにその理由が家族サービスのためだというのだ。一郎もこんなに大きくなって、家族サービスって何ができるの？家族サービスなら一郎の就職活動をサポートしてほしいのにと思った。そこまでできなくても仕事をして私と一緒に一郎を支えてほしいと思っていたのに、一郎が高校を卒業して進学を諦めて半分引きこもり生活になってから、私は雄太に対しもっと理解を示してほしいってずっと言っていた。ねえ、雄太から一郎に何か話してほしい。もう一郎も大人なんだろ。自分で将来を考えられるだろ。でもこの状況だと私たちが何か助けてあげないと、一郎だってきっとわからないことがあって今の状態なのかもしれないから。何を助けるんだ？アルバイトのシフトを増やせばいいぐらいだろ。だって大事な一人息子よ。将来のことをちゃんと話し合いたいし、もうとにかくあなたも何とか言ってよ。一郎の責任だ。俺は知らん、あんなやつ。雄太との関係性はもうこの時点で離れ離れになってしまっていた。家の中で話すことはあるけれど、
必要最低限なことしか言葉を交わさなくなった。日常の挨拶も日によってしたりしなかったり。今日の晩ご飯何がいいかしら？ねえ、そういえば一郎のこと。鬱陶しいんだ。お前が何とかしろ。父親でしょ？どうして大事なことを鬱陶しいで済ませるのかと思った。最近では、いい加減にしろと声を荒げることが多くなった。一郎のことやそれ以外の些細なことでも言い争うことも珍しくなくなってきた。もう普通の関係でいることも難しくなっていった。私はユータと一緒にいるだけでどんどん辛くなっていった。だからユータが仕事を辞めてから一郎とコミュニケーションを取る以外はユータと話をしなくなった。会話をしたとしても喧嘩になるだけだし、喧嘩になると身構えてから話すようになった。夫婦関係は新婚の時と比べてもう比べ物にならないくらい冷え切ってしまった。最終的にユータは、お前が一人で稼ぐなら一郎との時間を作ってやるという考えのもと退職届を提出してきた。もうここまで来ると意味がわからない。これは私への当てつけとしか言えない。私は今まで頑張ってきたから収入もいつの間にかユータより多くなっていた。その嫉妬の感情もあるのだろう。毎日追われるように家事をして、9時から5時まで昼間は仕事。終われば保育園に一郎を迎えに行って、帰ったら晩ご飯を作って。一郎が学校に入学してから一郎の学費は全部私が払ってきた。今となっては一郎は最終的に半分引きこもり生活だが、一郎の学生生活は私が一人で支えてきたのに、一番大変な時はそっぽを向いていて、今更家族の時間だなんて、私との結婚生活を何だと思っていたんだろうって、悲しさより怒りが勝ってきた。一郎はその頃はというと、相変わらずアルバイト以外は友達と遊ぶわけでもなく、家にずっと引きこもっている。かと思っていたら、急にそのアルバイト先で知り合った彩香さんという女性と意気投合したみたい。一郎さんって週2日しか入ってないですけど、どこかの学生とかですか？俺はこう見えてニートなんだよ。え？このアルバイト以外働いてないんですか？しかも学生じゃないし、親が金あって今はあんまり働きたくないな。嘘、高卒とかですか？当たり。本当は大学行こうと思ったけど親と揉めて嫌になった。え？その話もう少し詳しく話してくださいよ。彩香さんもアルバイトとして一郎と同じ職場で働いているが、一郎と同じく進学や就職など考えずのらりくらりと生きている人らしい。進学を諦めてやさぐれてしまった頃から何をするにも無気力に見えた一郎が彼女を作るなんて驚いた。でも私にはそう見えただけで、息子なりにアルバイトで頑張っていたのかもしれない。彩香さんと付き合い始めて数ヶ月経ったと思ったら、今度はいきなり結婚するって言われた。俺はこれから彩香と結婚するんだ。だから母さんはこれから新婚夫婦として俺らを支えなければいけないんだ。自慢して言うことではないはずだ。結婚するなら普通は心を入れ替えて家庭を支えるために正社員として働くことを決意するものだ。なぜ自慢するように私を当てにしようとしているんだろう。彩香さんも一郎を止めずに私を当てにしようとしている。嫁としてそれでいいのだろうか。彩香さんは一郎を見ているのではなく私のお金を見ているんだろう。大人としてそれでいいのだろうか。半引きこもりになってしまったけれど、ずっと信用して生活を支えた一郎は、いつか心を入れ替えて正社員として就職活動をしてくれると思っていたのに、これからも自分を助けてくれるはずだと思っているらしくて、
私の稼ぎを全面的に当てにすると一点張り。一郎はユータの退職を知ってからも、アルバイト生活に何の焦りもせず、私一人の稼ぎを当てにされたって、この先一郎の一生を全て支えていけるような年齢ではないはずだ。どうしてこんな風に育ってしまったんだろう。どこで私は間違えてしまったのだろう。一郎は私の話も聞かないまま婚姻届を提出した。彩香さんも彩香さんで一郎から親の当てがあるって言われて、それをそのまま信じてしまっているらしい。ユータの無職で困って、一郎の生活状況にも困っているのに、さらに息子夫婦の生活までも支えなきゃいけないなんて、私って何のために頑張っていたんだろう。一郎は新婚生活を満喫するぞって勝手にはしゃいでいる。もうここまで来たら息子夫婦の結婚を素直に喜べない。バカ息子としか言うしかない。もう息子の人生を支える意義はなくなったと思った。今まで家族のためにこんなに仕事を頑張ってきたのに、夫は無職、息子は安定した仕事がないまま結婚を進める。こんなことになるなら若い頃からずっと仕事に一生命を捧げようと決意すればよかった。一郎が生まれた頃は家族が愛おしくて仕事や育児が大変でも幸せだった。あの幸せな日々がこうなるなんて、私はその思いを裏切られた気分になった。もうここまで来たら私にだって考えがある。まず手始めに私が仕事を辞めたと家族に伝えた。ゆうた、一郎、話があるの。なんだよ。こっちは仕事を辞めてから次の仕事を探すので忙しいんだよ。実はね、私も仕事を辞めてきたの。本当は嘘だけれど、これを知ったユータは金はどうなると急に騒ぎ出した。何を今更騒ぎ出してるんだろう。あなただって急に仕事を辞めたのに、私はダメと騒ぎ出したなんて。ユータは無責任だと私を責め始めた。どうしていきなり辞めてくるんだ。そうやっていつもお前は自分勝手なことばかりするから、一郎がこうなるんだ。金がないのに引きこもるなんてただの搾取だ。そんな息子を育てたお前も同罪だ。家の金はどうするんだ。いつも自分勝手なのはあなたの方でしょ。仕事だってあなたも勝手に辞めてきたでしょ。家族サービスするためだって言っておきながら、一郎とは喧嘩ばかりで話し合いですらない。最近一郎といつ顔を合わせたの。それで家族サービス？冗談言わないで。喧嘩を始めるのは一郎の方からだ。アルバイトの給料も家に入れず好き勝手してると思いきや、勝手に外で女を作って結婚までする息子に情けをかけてどうするんだ。無責任で育てたお前のせいだぞ。仕事もせず家事もせず家族に文句しか言わないあなたよりもよっぽどまともな息子だから何を言ってるの。有言実行できてないのはあなたの方です。じゃあそのせいかどうなんだ。一郎はお前と同じようになったのか。なってないだろう。大体女がどう働いたって無駄なんだ。そうやって育児をおろそかにしているから一郎がこうなった。今までの金を返せ。何のお金を返すの。大体私は自分のことは自分で稼いできたし、一郎の学費は全部私がやりくりしてきたわ。本当はユータにもう一度仕事に復帰してほしいけど、もうその年で再就職は厳しいでしょうから、せめて一郎と話し合えるようになってほしいわ。それは、お前の仕事だろ。この後に及んで、一郎のことまで投げ出すのか？親なのに、そんなことまでできないのか？そんなに子育てができないお前は親失格だ。
そんなお前に一郎は任せられないに決まっている。もう俺は限界だ。すぐに離婚してやる。親として失格なのは、ゆうたの方だ。この話を聞いている皆さんでも、ここまで聞いていて、ゆうたがいかに親として失格であることが分かったでしょう。親として責任を投げ出している。育児をおろそかにしている。家の金を搾取している。全部、ゆうたがやってきたことだ。それを私ができていないと責めているわけだ。これはもしかしたら、ゆうたが自分自身に呼びかけているのかもしれない。それぐらい理不尽極まりないことだ。しかも、一郎のことまで馬鹿にしたような口調だ。一郎のことをそこまで言えるような現状じゃないのに、よく言えたもんだ。そして、出てくる話は、金、金、金。ああ、しょうもない。私たちの家族関係は、結局、金目当てだったのかもしれない。もう、昔の幸せな家庭関係になんか、戻れない。そう悟った。そうしてようやく、離婚の話が出た。ああ、やっとこの時がやってきた。やっとね。13年、我慢した甲斐があったわ。私は思わず、そうつぶやいてしまった。私は、別室からあらかじめ呼んでいた、弁護士を呼んだ。この弁護士は以前に、友人から紹介されていた。久しぶり。楓は最近どうなの？最近は、仕事や家庭で忙しくて、自分のための時間を使えていないの。何かあったの？あんなに仕事に育児に熱心な楓だから、悩みがあるなら私でよければ聞くよ。実は、こういうことがあって。何それ？信じらんない。旦那も旦那だけど、息子もひどい。楓、大変だったね。ありがとう。そんな優しい言葉、家族からはかけてもらえなくて。楓の親御さんって、もういないでしょ？あ、ごめんなさい。悪気があって聞いてるんじゃなくて。楓、本当に大変だったら、身内とか、私たち友達のことを、もっと頼っていいんだよ。ありがとう。あ、もう一人来たみたい。おーい！遅れてごめんね。あ、楓。久しぶり。どうしたの？あのね、どうしよう。久しぶりに会ったのに、こんなこと言うの、ダメだと思うけど、私は大丈夫だよ。実はね、先週にここら辺のスーパーで買い物をしていたら、楓の旦那さんを見つけたの。え？それって平日に？そうなの。声をかけようと思ったら、隣に女性がいて、声をかけられなかったの。そして、ゆうたが浮気している、数々の証拠を並べ立て、多額の慰謝料を請求し、背後から離婚届を叩きつけた。実は、13年前の退職の一件から、ゆうたは家に帰る頻度が減っていた。普通は退職して仕事がないから、彼なりに仕事を探しているのかしらとか、単に私が気づいていないだけで、最初は単なるすれ違いだと思っていた。だけどある日、知人からゆうたが、真っ昼間に知らない女と一緒にいることを知らされた。あまりに信じられなくて、最初は会社の同僚かもしれないと思っていたけれど、どうもそうではないみたいで、若い女と腕を組んでいたっていう話が飛び込んできたときは、疑惑は確信に変わった。この前は旦那のことを教えてくれてありがとう。こちらこそ、なんかごめんね。謝らないで。それで今日呼んでくれたのって、もしかして。そうなの。また旦那さんを見かけたの。女性の特徴とか、わかるかな？近くで見れなかったから、なんとなくだけど、明らかに若い女性で、つい最近見たときは、腕を組んでいて。嘘。楓、辛いことを言うけど、多分そういうことなんだよ。
わかった。受け止めるよ。私、楓の力になりたいから、私の知り合いにプロの探偵の方がいるの。もし必要だったら連絡して。ありがとう。私は証拠を見つけるために、友人から紹介された探偵事務所に相談して、ユータが浮気している裏付けを取ってしまった。明らかに私より若い女と白昼堂々とデートをする旦那。私に見せたことがないキラキラした笑顔で、二人仲良くアイスを食べさせ合ったり、しまいには別れ際のキスする瞬間まで。探偵の方から写真を見せてもらったとき、吐き気が止まらなかった。そして実際に吐いてしまった。これが私の旦那なんだと思っただけで具合が悪くなった。だけどその時はまだ家族へないが私にもあったし、息子のこともあるからきっと戻ってきてくれると信じて、13年間ユータの浮気は家族には隠して必死に家族のために働いて、もう一度昔みたいにみんなで笑い合えるように家族に戻ろうと頑張っていた。だけどここまで来たらもうユータの態度に私も諦めがついた。だから弁護士まで呼んで13年間隠し続けた浮気の証拠を取り出した。それからもう結婚生活にはこりごりだ。ユータと幸せになれるビジョンが見えなくなった。私もこれを機に離婚を決意できた。でもなぜわざわざ嘘をついてまでこのようなことを突きつけたのか。家族のためと言って会社を辞めてでも家では怠惰な生活しか見えず、今度は外で女を作っていた父、ユータ。夫に裏切られながらも家族のために仕事に家庭に頑張って取り組んできた私、楓。もう成人し結婚した息子だから親権をどっちが取るか、なんて話ではないが、一郎が今回の件についてどう考えているのか、見定めようと思った。すると、一郎はユータと同じく、は？仕事を辞めただって？無責任だ。この先の俺たちの生活はどうするんだ？その年で、再就職できんのか？ふざけんな！と、私を責め始めたの。私は悲しくなった。でも、私もここで分かった。ああ、この子はもう変わらない。私がどう頑張っても結局ここまでだと。だから一郎もここで見限ることにした。さよなら。私は自由になるわ。それからはというと、ユータは言い逃れできないレベルの浮気の証拠をつかまれていた上、13年という長期の浮気を隠し続けたから550万もの支払いに応じることになった。離婚して、無職のユータにもはや発言権なんてなくなったから、私はユータを追い出した。550万円を無職が払い切れるかわからないけれど、それだけのことを好き勝手やっていたのだから、私は容赦なく突きつけた。ちなみに浮気している時に使っていたお金は、最初はユータがそれまで働いていたお金で支払っていたが、途中から私の給与から浮気の遊び代を支払っていたらしい。しかも女の前では自分のお金だと偽って女にひたすらおごっていたらしい。それを聞いただけで虫唾が走る。そうして家を追い出されたユータがそれ以降どこで何をしているのかは誰も知らない。まあ最後にきちんと慰謝料を払ってくれればいいから何の問題もない。そして一郎。一郎は私たちが離婚してからもずっと自分たち夫婦を養ってくれと言われたけれど、私はきちんと拒んだ。息子だろうが社会人になったというのに、親のお金で全て何とかしようという考えは改めるべきだ。そう思ったからだ。人手不足だと悩んでいる私の知人に一郎を紹介した。人手不足が深刻だったから喜んで受け入れてくれた。その職場は住み込みで働くことが条件なので、この際都合がいいと思って住み込みで働かせた。これで少しは社会人としての自覚が湧くだろう。最後に息子の妻である彩香さん、
彩香さんはというと、一郎と結婚するときに楽して生活できるからと口説かれたみたいで、そのことをずっと信じていたみたい。その目論みが外れたから、あっという間に二人は離婚。これによって一郎は結婚から二ヶ月足らずでバツイチの称号がついた。これからの婚活で何かと苦労するでしょう。家族が住んでいた家はというと、一郎がまた引きこもるために、家に逃げ帰ってくるのを防ぐために、思い切って家を処分した。それに、この家にいても嫌な思い出がたくさんあるから、これで一区切りができる。それはそれで、私にとっても気持ちがリセットできると思った。そうして私は、一人暮らし用のマンションに移った。今は、昔通り大好きな仕事に、日々邁進する日々を過ごしている。やっぱり私は仕事が似合う性格なんだと改めて思った。昔と何が違うかというと、ユータからもらっている多額の慰謝料でグルメを楽しむという趣味が追加された。お待たせしました。本日のおすすめ、朝どりフルーツパフェです。ユータと一郎との家族生活は最終的にバラバラになってしまったけれど、楽しかった日々ももちろんある。それを思い出すと今でも後悔している部分はある。でも私は私のやるべきことをした。だから今こうやって私なりの有意義な生活ができている。私はてっぺんのマスカットを頬張った。